菅も信用金庫は東京都豊島区に本店を置く信用金庫である。東京都部北側と埼玉県東南部に店舗網を展開している。1992年5月以来、菅も棘抜き地蔵村の縁日である四のつく日の営業日に参拝客向けに本店の3階をおもてなしところとして開放している。菅も新金の利用客であるなしに関わらず無料で利用できる。 また月一回、同所で若手落語家による落語公演も行われる。利用時間は午前10時午後2時50分。2009年以降、一部店舗の設計をフランス人女性建築家、エマニュエルムホーに任せている。志村支店は色とりどりの軒を重ねた虹のミルフィーユをコンセプトとして全国から見学者が訪れる。このか全体を手掛けたのは、時和台。 江戸田中青木の、各支店、一部になったのが、埼玉県新座市の支店である。菅も信用金庫店舗一覧2020年10月13日閲覧、おもてなし書菅ものサークルイベント菅も、信用金庫のご案内菅も信用金庫、読売新聞読みホット2020年10月4日一面、日本探偵、菅も信用金庫志村支店伝統を継ぐ色彩の、断層。 ありがとうございます。